うわ、あ、どこでも好きなとこ見てください。あ、本当ですか。じゃあ遠慮なく遠慮なく、ごめんなさい。あ、それは見えないように隠してます。あ、どこ、胸ですか。いや、上部そうですね。上部そうですね。はい、うわ、結構もう長いんですか。もう長いですね。3年ぐらい。3年ぐらい、あ、頑張ってますね。そうですね。あ、しばらくされてないんですね、きっとね。そうですね。いいお体をお持ちなのにどのくらいしてないんですか。はい、1ヶ月ぐらい。1ヶ月ぐらい、うん、あのご自身で、うん、はしないです。したことはあるでしょ。でもしたことはあるけど、なんかあまりよろしくない。その後の気持ちの処理が辛かった、うん、辛かった。なんか何とも言えない気持ちになりませんか。あ、なんかそうですね、うん、なんかあーってなるなら、はい、人としたいなみたいな。あ、そういうお友達はいらっしゃらない。いないですね。いらっしゃらないですか。いないです。あ、そうですか。はるちゃんはじゃあやっちゃう派なんですね。え、どうでしたか。あ、こんなもんかって。え、いや、なんか最初って分かんないじゃないですか。うん、で下手じゃないですか、相手も。あっさりな感じ。感動とかはなかったです。で、そっから経験人数何人ぐらい。100ぐらい。今多いよね。ちょっと遊んじゃった時期があったから多かった。あ、なんかエピソードありますか、はるちゃんの。あんまないですか。そんなないですね、多分普通です。普通ですか、うん、え、ちなみにどんなプレーが好きなんですか。いや、でもなんか結構ド S な感じ攻められるのも好きだし、結構いろいろ好きです。好きですか。顔は S っぽいって言われるでしょ。言われます ね。実はどっちなの、うん、でもどっちもあると思う。ああ、じゃあ M だね、きっとね、うん、どっちもある人は大体 M なんですよね、うん、そうですか。行っちゃいますか。はい、場所移動。はい、いいですか。はい、ちょっと軽すぎますかね。ここは重そうですけど。あ、ここは重いですね。 やっぱ重いですか。やっぱ背負ってる感がありますね。あ、背負ってる感。うん、